920? 何920って。なんか7200みたいな、そんな感じだね。そういうお笑い芸人いたよな。2700だっけ ?7200 だっけ忘れたけども。わ、猫これ良心的だね、これは。猫がたくさんあるっていうのは、なかなか良心的なんじゃない?よし、取って。そんなことあるねえ。一個も取れないなんてある。逆にむずいでしょね。逆にむずいと思うぞ、取らないの、マジで。嘘でしょ、マジかよ。これワンチャン右飛びでいけそうだった気もするけどね。ちょ、痛い。おい、痛すぎ!ジャングルコース5の4。いやーいいね。でもなんかボスバトルタグが書いてあるから、これは、あれだね。最後にボスがいるね。まあ、でもスタンダードコースな時点で、もうね、テンション爆上がるよ、もう本当に。バトルコースよりも上がるわ。いや、持たれた、最悪。まあまあ、2番手だと3番手ぐらいだったらね、全然耐えずにやっていけるから。あ、青きのこ、ざまみろ。持たれないようにな。足はもうちゃんと選んで、クリボーがそこ、よーしよしよし。あとは、冷静にアイテム取ろう。絶対取った方がいい、これは。ナイスクリボー。俺もう坂道の上のクリボーを警戒してるから、何回俺クリボーにぶち殺されたかわからんから、もう要警戒してるんで、坂道行ったらもう要警戒と。なるほど。これ失敗したら終わるコースか。いや、マジか。なんでこんなとこでミスっちゃうの俺。もったいない。すごいもったいない。で、飛ぶ。いや、なぜミスった、本当にさ、もう。これでさ、追いつかれたら本当にガチで泣いるからな。おい、土管入ってくれ、マリオ。ちょっとぐらいね、微調整ぐらい。お前か。お、このハゲ早く行ってくれ、あの、頼む、マジで。あと一回、あと一回、あと一回。頼むぞ、マジで。あと一回。よし、ノーダメージ、ノーダメージ撃破。この足場が悪い状況で。なんだ、この最後の中間。いらねえだろ。4人用バトルコース、出たね。これやっぱり最後に助けるか助けないか選ぶようなコース。頼む、来てくれ。最近マジで減ってるからな。やっぱガチ勢がダメ押すんだろうね。俺的にはもう、あのコース、バトルコース全部あれでいいんだけどね。ゴールできさせるか、させないか選ぶコース。あれだけでいいんだけど、なんで動かないお前は。置いてかれるぞ、マジで。てか、置いてかれてほしいわ、マジで。さあ、俺マリオね、今回。もうスタスティック入れっぱなしにして、まあ、次の画面が切り替わった瞬間に、もう行くぞ。やっぱ自分のキャラ覚えとかないとな。じゃないと本当に悲惨なことになっちゃうから、頑張っていこうぜ。何負けましたって。始まってないんだけど、まだ。弱気すぎん?やっぱそういうね、弱気な心が、やっぱね、ダメになっていくというね、わけなんだよな。この、うわ、まあ、ラグいけど、まあ、ラグ差で小ジャンプが出なかったら本当に、結構悪質ラグなんだけどね。ただ、いい感じ、うまいこと言ってる。いや、マジか、最悪ここ。待て、もう最悪、これ取んなきゃいけねえじゃんねー。もう、めっちゃいい感じに言ってた気がした。俺だけかな、それは。それは俺だけかもしれない、もしかしたら。ただ、こっからまだ全然ね、ある気がするから、バネを、投げ込んでおきながらの、で、ファイヤーが次。ファイヤー連打で、頑張っていくしかないと。で、しゃがむ。しっかりとしゃがんでいく。それが、ベストでしょう。ちょ、待て。おつけ。おつけ。しゃがめ、ちゃんと。ちゃんとしゃがめ。ナイス。で、ここもね、やばい、これめちゃむずい。急げ。ちょ、マリオ、お前。本当にふざけんな、お前。これ超むずい、ここ。これやばいよ、ここ。これやばい、ここめっちゃむずい。喋る暇が正直なくなる。それぐらい難しい。一番最後が一番簡単だわ。よっしゃー、丁寧なプレイで、しっかりと、まくっていく。いいね。リズムを刻んでね、最速で、しゃがみレーン突破していくと、まるで新幹線で、まるでレーザービームだよ。もっと危ない。レーザービーム歌ったらあれだわ、みんなの耳を破壊して、吐き気がしましたとかまた言われちゃうからね。何これ。そういうのがあんのこれ。よし、来た。いいね。で、ここも待て。ここやばいかも。普通に自分で行った方が早いわ。オッケー。もうやだ、俺このコース二度とやりたくない。めちゃむずいんだけど、すごいね、ストレスフル。フルストレスなんだけど、ここもさ、追いつかれ、いや、ここで、あいつらと、あいつらがここでさ、来たらマジで終わってたよ、俺は、本当に。焦るもん、ここ、普通に。ここ、やばいもんな。階段の上のバネは、本当は犯罪だからな、マジで。やってること、えぐいからね、もう、大量殺人鬼並みに、犯罪者なんだけど。下から行くか、これ。待て、ちょ、待って、出なかった、ジャンプが。ちょんって。オッケー、まぐれ。正直、まぐれ。あー、おつけ!マジでむずい!ほんと、最後どうにかしろ、ほんとに。おーい、もうダメだ、俺もう。指が震えるもん。
そんなさ、丁寧なプレイをですね、求めないでくれ、制作者よ。マジで手が痙攣し始めた、もうそろそろ。何分やってる？もう3分ぐらいこのコースやってるでしょ。この細かな操作を3分間ずっとやってるってことだよ。どんなさ、あの修行よ、マジで。しんど。クソしんどいんだけど。あ、はい、いや、これやばいな。よしよし、いい感じ。ここもね、最速でいけたりとかね、ありそうだけどね。マジでむずいわ。やばい。落ち着け落ち着け。これもたついたら終わる。よし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 。もう、大変、マジで。ゴール。トゥーヒーバウザーズキャッスル&バック。とりあえずヨッシーに乗ったままって書いてあるのが怖いな。これもうあれでしょう、片道エキップでしょう。お城に行きなさいって、クッパ倒しに行きなさい、ヨッシーに乗ってって言われて、仲間に仲間にヨッシーで裏切られてぶちのめされるみたいな、そんな感じでしょう。ちょっと待って、これまずいのが本当に。いやー、最悪タイミングミスったんだよね。くっそ。次は俺と前のバトルか。次は俺と前のバトルだな。よし、来た。もうゴールあれしとるやんけ、これ。てめっ。ぽい。じゃねえ。HF、デザート、ディズレクションみたいな。ディダクションみたいな感じで書いてあったよな。まあ、砂漠だな、これは。荒野だね。荒野豆腐って感じだね。まあ、とりあえず、持ち上げて一番手出たい。持ち上げれなかったけども、一番手に出てるんだったら、まあ、悪くはないでしょう。で、次は上か、これ。なんだこれ、上に、待て待て、なんか、はスイッチとかあるんじゃないこれ、ワンチャンさ。なるほど、そういう系か。いや、これとりあえず、じゃあ、誰かを、ぶちのめすしかないでしょうっていう。その選択肢がないでしょう、あいつらが足止めするんだったら。おい、制作者、もう一回やるでしょ、ルイージ君。なに、避けてんじゃねえぞ、てめえ。おいおいおい。なにこれ、もしかしていける、もしかして上に。これか。これがゴリ押しですかい。やったぜ。ゴリ押しすぎる、マジで。これ、ファイヤー絶対やった方がいいんだよね、これ。マジで。ファイヤーがないと、結構しんどかったりするからね。いや、ファイヤーあったら貫通できるから、それなんだよね、やっぱり。砕け。よし、砕いた。砕いたでしょ、今、完全に。キノコを砕いていく。おーい、ハゲが均等に乗ってんだけど。てか、これ、オートスクロールかな、これ。オートスクロールっぽいね。ちょ、ルイージに打とう。嘘でしょうねー。やばいって、それは、ほんとに。まずい。ちょっとあれするわ。あの、もう、出しゃばらない。もう出しゃばらない、俺は。ちょ、来んな、ルイージ、頼むわ、マジで。もう出しゃばらないよ、俺は。ルイージと、同じスクロールになってなくちゃ。オッケー。あいつらも言ってる。いや、これマジでむずい。ちょっとないんだけど、クラウンが。ちょ、く、待って、あ、でもミスった、スタートから出直すじゃダメじゃん、これ。ねえ。おいおい、クラウンの向きがちげんだけど、また最初からか、俺。いや、だけども、ファイヤーのままいけたら、結構いいんじゃない？俺が壊しちゃったから、あそこも。あれ、アイテムなしで、あんなさ、乱戦状態の場所をさ、正直、行くのって難しいんだよ。だから、ファイヤーが絶対あった方が、いいんだけども、いやー、絶対食らうようになってるのな、これ。無理だ。ちっちゃいまま行くしかない、これ。頼むぞ、マジで。クラウン。いや、湧いてる。ルイージ、クラウン乗れなかったでしょ。絶対乗れなかったでしょ。よし、来た。これで、勝利をつかむぞ。だって、行けてないもん、あいつら。そうだよな、むずいよな。で、しっかりと、後ろから、邪魔をしていく。まあ、いい感じの挑戦になったんじゃない？ちょっとミスったけどね。マジミスったけどね。一番上とかこれどうなん？いや、当たりそうだな、一番上とかは。一番上逆に危ねえか。自分がどこにいるかわからんからな。うん、自分がどこにいるかわからんから一番上逆に危ないわ、ちょっと。やべえ、ルイージ行ってんだよなー。マジでやべえんだよね。ちょ、落とすか、これ。ま、めんどくせえから。じゃあな。おい、スクロールやめろ、マジで。負けましたって言ってるし。最後にルイージが言ってくれ、あのように。頼む。もう祈るしかない。ちょっと邪魔するか、ちょっとでも。邪魔するしかない。ドッスンがいたら、マジで邪魔な、ドッスンがいたら、本当に、邪魔できねえから、こうやって、後ろから圧かけるしかない、こうやって。これで、はい、ルイージがスタンして、やられるみたいな、そういう、もうあれしか見えんも。ワンチャンボスいいんじゃないこれ、ね。いそうじゃないボス。あるよね、これボス、ワンチャン。いいぞ、あるぞ。どこだ？うわ、終わったか、これ。いや、まだある。なんか、鍵持ってるもんな、あいつね。急げ。折り返し地点とかありそう。よし、取って。取り返せ。取った、取って。取り返せ。
よし、まずはここにいといて、で、ふざけんなてめえ、てめえ返せお前それ。オッケー、来たよ、これ来たよ。これさ、待って、これさ、一旦むずくねこれ、ちょっとむずいんだけど、やばい、マジでむずいんだけど、いけるかな、あいつが来る前に行きたい。くそくそー、むずい、これやばい、ガチむずい、これガチむずいぞ、これガチむずいぞ、これ乗れねえ、これちょっとマジで乗っていけねえ、これ邪魔すぎんよ、いやーむずいマジむずい、これ行かしてくれ、頼む、俺に神を、俺に力を、うわあむずすぎる、ここはちょっと待ってマジでここむずいんだけど、なあ、やっていけた、来た、やっていけた、早く来いよ、早く来いよ、待って、ゴールあんじゃん鍵いらねえじゃねえかよ鍵いるかと思ったわ、いらねえじゃねえかよ。アンダーグラウンド、地下のコースかな、やばい、すごい今耳鳴りがしてるんだよね、ほんとに不愉快だわ。このままが、しかしね、正直耳鳴りなんて何でもござれよ、そんなこと気にせずに俺は勝利に突き進むわ。よし、じゃあね、マリオくんしっかりとマリオの動きを見て持ち上げたとかに入っていく。さあ、猫は強い、猫はマジ強いぞ、これ壁滑空でしっかりと下まで行く、完璧すぎる立ち回り。ホットポテトエミッション VS みんなでバトルコースか、何ホットポテトってホットポテトでも食べたいな、あれでしょ、ジャガバターって感じでしょ、ジャガバターでもそんなあれ食べたことないんだよな、てか一回も食べたことないかもしれない、ジャガバター。いや、うまそうではあるけど、なんだろうね、やっぱじゃがりこでいいかなって、じゃがりこでさ、マックのポテトってなんであんな美味しいのね、あれなんか中毒性あるよね、おかしい、あれは、あれの中毒性おかしい。しかもさ、マックのポテトってすごい不思議なことがあって、俺めちゃくちゃこれ謎なんだけどさ、暑い間はもうこの世の全ての食べ物の中で一番美味しいんじゃねえかなっていうぐらいあるけど、結局ね、あー、これあれだわ、あのこっちに来たら終わるやつだから、こっちに来させたらダメなんだよ、だから向こうサイドにホットポテトを届けなきゃいけない、やけどするってことでしょ、ポテトが多分これ俺邪魔してる、これもしかして。はい、ポチポチ切り替えて、はい、うまい、いいね、息ぴったり、俺たち、あと切り替えちゃった、はい、メス猫落ち着け、お前裏切ってるぞ、向こうにやるしかねえだろこれ、オッケー、完璧そう、マックのポテト熱いうちはめちゃくちゃ美味しいんだけどさ、なんでね、冷めたらクソまずくなの、あれで、ね、冷めたらこの世の食べ物の中で一番まずいぐらいあるわ。いや、それは言い過ぎか終わんねえこれどうしよう、ちょっと戦略的に行こっか、戦略的に行こう、とりあえずさ、はい、いいね、カウンター攻撃で、はい、カウンター狙ってるなあいつら、ちょっとやるね、ちょ、メスキドコに任せてみる、メスキドコに任せた方が良さそうだな、こっちサイド裏切ったりしちゃうから、メスキドコに任せた方がこれいいわ、あ、いいね、頑張れ、ちょっと桜乱作戦入れてみる、ちょっと終わんねえから、こっちも叩いて頑張るみたいな感じで、いけ、なーナイスでかい、さあ、口な、君が泣くまでホットポテトの口の中に入れるのをやめない、さらばルイージ、なんかルイージ負けそう、雰囲気的に、あ、青木の子が負ける、もしかして誰がさ、ホットポテトを食べるかな、あー、ホットポテトホットポテトの餌食になっちゃったね、次は3人でホットポテトを対決するっていう新手のバトルコースか、これ、いや、めちゃ面白いじゃんこのコースね、なかなか面白いな、メスキニコって結構やるぞあいつ、強いぞ、最初に潰しておくべきだったかもしれねえな、もしかしたらな、俺どこだっけ、俺マリオかね、マリオの場所って不利じゃないね、正直言ってマリオの場所不利じゃない、そう思わんねえ、これ普通に不利でしょうね、俺のところ、あ、来た、イエーイイエーイ、ルイージ押すなお前、じゃあねえとメスキノコそんな強くなかったわさあ、ルイージと次はホットポテト対決やってまいりました、めちゃ面白いこのコース、今までのバトルコースの中で一番おもろいかもしれないこれ、
めちゃくそ面白いじゃん、これ。さあ、どこだ？はい、カウンター？カウンター？カウンター攻撃？これ、スイッチ切り替えてるんで殴かったりするからね。はい、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 はい。おかしいって今の！はぁ？